ドレスデン・エルベ渓谷とは、かつてユネスコの世界遺産に登録されていた物件である。日本では、ドレスデンのエルベ渓谷とも表記される。ドレスデンのエルベ川、流域、ドレスデンとエルベ渓谷などとするメディアもある。エルベ川の上流域にあたる、ドイツ東部に形成された渓谷の一つで、なだらかな谷には、都市ドレスデンが発達し、地域は川を挟む形でおよそ2 0トルに、 渡って続く当地はエルベ川沿いの中央ヨーロッパにおける優れた文化的景観を形成しており、その価値は渓谷が都市の一部であるとともに自然の貸しの一部であることに見出される。2004年世界文化遺産に登録されたが2009年6月25日、工述するように近代的な橋を建設することが景観を損なうとして世界遺産リストから削除された。 エルベ渓谷の名所はいくつもある。宮殿と歴史ある村落で有名なピルニッツやロシビッツ、あるいはブラウエス・ブンダー橋、ドレスデンケーブルカー、ドレスデンモノレールなどの19世紀来の技術関連の施設、交通、そしてブルールのテラス、ゼンパー・オーパー、カトリック救急提供会などを含む都心部の歴史地区などである。また、ブラセビッツなどは、 工業地区も含むとはいえ歴史的に郊外地区を形成してきた。2004年の第28回世界遺産委員会にてドレスデンエルベ渓谷の名で世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。以下では世界遺産登録抹消に至る歴史的経緯を記す佳境に対する住民投票。 編集完成後のバルトシュレスヒエンバシア河川が、河橋予定地、バルトシュレスヒエンバシと既存の橋の比較ドレスデンエルベ、渓谷は2004年に世界遺産リストに登録されたが、渓谷には、以前よりドレスデン市外の渋滞緩和を目的とした、河橋計画が存在しており、すでに10年にわたる議論が続いていた。この橋の建設計画は、ドイツ政府が提出した。 登録申請書にも明記されていた。橋の建設計画は2004年2月にようやく確定したが、6月に行われた市議会選挙の結果、議会の勢力が変化し、建設反対派が議会の多数を占める情勢になった。この結果、橋の建設を求める住民グループが住民投票を求める活動を開始し、2005年2月に橋の建設の是非を問う。 住民投票が実施された。住民投票の結果、建設賛成票が67.9%に達したため、計画が実行に移されることとなった。第30回世界遺産委員会の動き、編集、ユネスコの世界遺産委員会では、景観に及ぼす影響について、アセスメントを実施し、橋の建設が景観の広がりを分断、限定すると判断した。 一体の文化的景観が損なわれた場合、もはや世界遺産としての顕著で普遍的な価値は認められないとの認識を示し、非公式にトンネルなどの代替施設の建設を求める。一方、危機にさらされている世界遺産リストへの登録もしくは、世界遺産リストそのものからの除去を検討する動きを見せ、市に建設の再検討を求めた。世界遺産委員会からのプレッシャーの中、 ドレスデン氏は8月までは着工を見合わせることを約束すると同時に橋は世界遺産に適合すると訴えた。7月8日から開催された第30回世界遺産委員会ではドレスデンエルベ渓谷の危機遺産リストへの登録が決議され橋が建設された場合、世界遺産リストからの除去が検討される旨の警告がなされた。 直後の7月20日に行われたドレスデン市議会は工事開始に反対し世界遺産を保持するように議決した。しかし市長とザクセン州政府は住民投票を尊重して建設に踏み切る姿勢を示した。これらの経緯の中で地域住民などの間では世界遺産の保護は地元に住む一般市民による決定よりも優先され得るべきかということも議論となった。 自然保護団体による裁判、編集一方、橋の建設に反対する一部の自然保護団体は、警告に住む、希少種である菊頭コウモ森の存在を理由に、建設撤回を求めて阻止していたが、2007年8月9日、ドレスデン行政裁判所は訴えを認め、建設を当面差し止めるよう命令した。この命令に対し、ドレスデン氏ではなく、ザクセン州が控訴。 同年11月14日、ザクセン上休業制裁判所は、一審の判決を覆し、橋梁上での自動車の走行に、速度制限等を付することを条件に建設を認める、判決を出した。5日後の11月19日には、建設が再開され、土砂の掘削が始められている。第32回、第33回世界遺産委員会の動き、編集2008年の、 第32回委員会でも登録リストからの抹消が検討されたが、市当局からの様々な方策を模索している、胸の釈明があったことなどから、建設がすでに始まっていたにもかかわらず、抹消は見送られた。しかし、再び警告が出され、橋の建設が中止されないようであれば、次の第33回委員会において登録リストから抹消する方針が確認された。そして、 橋の建設中止は見込めないものとして、2009年6月25日、第33回委員会で、世界遺産リストからの抹消が決議された。抹消されたのは、オマーンのアラビアオリックスの保護区に次いで2件目だが、アラビアオリックスの保護区の事例は、救済を図ろうとした委員会の意向を受けて、オマーン政府が要請した側面を持っていた。これに対し、 ドレスデンエルベ渓谷の事例は委員会の意思として抹消を決議した最初の事例であった。なお、バルトシュレスヒエン橋は抹消から3年後の2012年に完工し、2013年8月24日に正式開通8月26日より通行可能となった。ありがとうございます。